それでは総理から締めくくり発言をいただきます。はい、本日は諮問会議における特別セッションを開催し、目指すべきマクロ経済構造と政府の役割について有識者の方々からご意見を伺いました。マクロ経済構造の議論を通じて供給力向上による生産性の向上と分厚い中間層の形成を通じた成長と分配の好循環を実現するためには、賃金と物価が安定的に上昇する価格面からの好循環を一体として進める必要があるというご意見をいただきました。また成長と分配の好循環のためには民需の喚起や国民生活の安心の醸成、金融市場の安定化に向けたメリハリと規律の効いた多年度にわたる財政運営が必要とのご意見をいただきました。またこの物価高への対応を迅速かつ機動的に進めるとともに、中長期的視点に立って官民連携を通じて民間投資をより大胆に引き出していくほか、社会保障を含めた公共サービスのサービス分野では新しいニーズに即した歳出改革の徹底や既存事業の見直しを進め、経済再生と財政健全化の両立を図ってまいります。諮問会議の民間議員におかれては、内外経済が大きく変化する中であって、政策の将来にわたる効果を見据えた動的思考も踏まえ、成長と分配の好循環を拡大していくための重要課題や優先順位を明確にした中期的な経済財政運営の在り方について引き続き議論を深め、骨太方針に反映していただきたいと思っています。そして植田新日銀総裁におかれましては、本日が最初の諮問会議になりましたが、マクロ経済政策に関する理論実務両面でのご見識を背景として諮問会議に積極的にご参加いただけることを期待しております。以上です。ありがとうございました。それではプレスはご退出をお願いいたします。